中日小笠原慎之介、今オフ夢のメジャー移籍へ球団と複数回話し合い。中日小笠原慎之介投手26が将来的な米大リーグ挑戦へ向けて、米大手エンターテインメント会社ウィリアム・モリス・エンデバーと代理人契約を結んでいたことが24日、分かった。沢野は早ければ今季終了後のオフに移籍することに向けて球団と複数回話し合い、海を渡る準備を進めている。現時点で、メジャーリーガー小笠原が誕生するには、ポスティングシステムを利用するしかない。沢野は海外 FA 権を持っておらず、中日球団がゴーサインを出した場合のみ移籍の扉は開く。中日球団が MLB に申請し、入札により交渉、合意した場合は移籍先の球団から中日球団に譲渡金が入る。球団にはこれまで複数回にわたり、米移籍の希望を伝えてきた。今月上旬も話し合いの場が持たれ、将来的な移籍の意思を示している。球団側はまだ何も決まったことはありませんとする。小笠原は僕が行きたいと言っても、球団から認められない限りは何も動きません。事務所からはサポートを受けています。契約したのは、夢を叶えるための第一歩ですと話す。メジャーで通用する成績なの？挑戦するかどうかは自由だけどさ。今シーズンのパフォーマンスのままじゃ通用しないぞ。頭の中はメジャーでいっぱいなんだろうけど最後に満足のできるピッチングを見せてほしい。まあ挑戦は自由。菊池に影響されてるからね。憧れの対談もサンドラの企画であったし、こればかりは本人が行きたいというなら仕方ない。去年の侍ジャパンに唯一勝利した小笠原の実力があれば高評価もされるだろうけど、今年の内容だと微妙では？その試合で投げ合った今永が今年メジャーで大活躍してくれたことで単純に日本人左腕の評価が高くなっているのであれば、今が売り時なのかもしれないが。今のチームで先発投手が高いモチベーションを保つのは難しいことは理解できるし、挑戦するのはいいと思う。小笠原ホーム 1.94 ビジター 4.02、投手天国のバンテリンから出ると平凡な数字で MLB だとボール遅い方だし際立った変化球もない、左投げが強みだけど通用するのか？行くべきでは？間違いなく需要はあるだろうし、まだ若いし、かつ、球団にお金を残せるわけで。味方が点取ってもすぐに失点したり、かと思えば初回からあっさり失点したり勝てないのにも何か理由がありそう。中日でいい。だって楽しいもん。って言ってたのは何だったのか。